おはようございます。こんばんは。たんちゅんです。本日もご視聴ありがとうございます。さあ、チャレンジクエストバレンタインイベントの11日目がやってきました。まだ朝なんですけれども、おそらく皆さんすぐこのイベントのチャレンジクエストプレイされるんじゃないかなと思いまして、今日は朝から動画撮影しております。皆様の参考に少しでもなればなと思いますので、参考になりましたらよろしければチャンネル登録、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。バトルロードのイベントバレンタインチャレンジクエスト11日目ですね。1日目から一応コンプリートは完了しております。11日目こちらハード5ですね。では結構難しくなってきましたので、パーティーの方をしっかり紹介していきたいと思います。はい、まずリーダーは特性スライム系物理力を 10% 上げるということで、パティシエナイトリーダーに採用しております。ランク A6 ご突レベル100です。特技は基本スイーツラッシュを使っていきます。まあチョコ投げはあってもなくてもどっちでもいいですかね。スイーツラッシュはプラス8です。武器はグレートアックスで攻撃力を上げております。スライムシールドで少し守備力と物理耐性を持っております。はい、結構ゴールデンゴーレム強いんでね、あった方がいいんじゃないかなと思います。続いてドラゴンゾンビ。ランク A5、5突レベル90です。ここはランク6ではないですね。はい、それでもね、HP が1020、攻撃力376、強いですね。はい、闇のブレスはプラス6。基本ダークスパイクプラス7を使っていきます。はい、帝王の合剣ということでね、ドロマ属性物理力 5%、物理力プラス 3% がつくこちらの武器をつけていきます。はい、防具は何でもいいんですが、プラチナメールでもつけておきましょう。続いて、切り株お化け。ランク E6、5突レベル75。はい、この子は基本的に何もしません。はい、マホとももう、使うか使わないかどちらでもいいんですけども、使うと相手の行動若干変わったりするので、もう基本物理、通常攻撃でいきます。はい、魔人の斧と、万葉ローブつけております。麻痺耐性がね、これ漏れるんで、万葉のローブはおすすめします。特技は何でもいいです。余ってる方はデインとかイオとか覚えさせてもいいんじゃないかなと思います。はい、続いて、竜騎兵、ランク C6、5突レベル85です。はい、分回しプラス8、ブリザーラッシュプラス6を使っていきます。はい、優秀なモンスターですね。破壊の鉄球をつけてメイン火力にしております。そして、はぐれメタルの鎧で HP を少し持ってる感じですね。はい、最後は、マージ・マタンゴちゃん。ランク C6、5突レベル85です。はい、基本、ヒャダルコと、ヒャドもたまに使うかな。相手の動きでちょっと変わったらヒャドも打つかなぐらいですかね。はい、ヒャドプラス5、ヒャダルコプラス7となっております。武器は滅びの刃で、ヒャド属性呪文威力を私は少し持っております。はい、サンタのローブで賢さを上げる感じですかね。はい、賢さは248という形になっております。で、今回のミッションが切り株お化けをパーティーに入れてクリアということで、切り株お化けを入れていかなければ全ミッションはコンプできません。はい、5ターン以内で全員生存で切り株お化けを入れて全ミッションコンプしていきます。いきたいと思います。はい、今回のポイントは魔王の影の眠りを、絶対に受けてはいけないということと、しびれクラゲの麻痺もできる限り受けないように耐性で受けていくという形ですかね。なので、無理にチョメとかセラフィーとか入れて状態異常があんまりないキャラで行くよりも、しっかりと状態異常の耐性半減無効キャラで対抗するっていうのが今回のポイントになると思います。運営さんもたくさん考えてますね。ドラゴンクエストタクトというゲームのね、耐性の大事さっていうのをね、このチャレンジクエストで試してるんじゃないかなと思います。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー！さあ、バレンタインチャレンジクエスト11日目。さあ、やっていきましょう。初期配置、こんな感じでいきます。よろしくお願いします。レッツゴー！ 1 ターン目。パティシエナイトは、2歩上がってスイーツクラッシュ。移動富士が結構入りますね。はい、甘い息は無効です。会心出ても、会心出たら結構きついかな。ドラゴンゾンビは麻痺無効ですね。お化けキノコは眠りは無効なんですけど、麻痺は軽減で、入るときは入りますね。はい、ブリザーラッシュ492、ダークスパイク416、マージマタンゴは1歩上がってヒャダルコ。鬼面同士を落としていきます。はい、スイーツクラッシュ3ターンで落としていければベストですね。はい、この位置に上がって分回し、はい、その場でダークスパイク、魔王の影にヒャダルコっていきます。ここはもうやることないんで通常攻撃でもしておきましょう。3ターン目、はい、スイーツクラッシュでゴールデンゴーレムを落としていきます。3ターンで落とせる火力が必要ですね。おっと、竜騎兵がしびれてしまう。ではダークスパイクで攻撃しておきましょう。はい、ヒャダルコ当てれないのでヒャドでも打っていきましょうか。魔王の影にヒャド、通常攻撃4ターン目、スイーツクラッシュは回復でもしておきましょう。パティシエナイトはチョコ投げで一応回復。はい、次のターン攻撃したいので下がって分回し、下に下がって魔王の影を落としに行きます。闇のブレス上がってヒャダルコ、通常攻撃でいいですかね。ミス。5ターン目、スイーツクラッシュでしびれクラゲを落としていきます。はい、竜騎兵は近寄って分回し、分回しの方がダメージ出ますね。分回し、闇のブレス、で5ターン目の最後ですね。はい、近寄ってヒャダルコ、はい、これで結構ギリギリです。残り 90HP ですね。ヒャダルコ、はい、これで切り株お化け入り5ターン全員生存でステージミッションオールコンプクリアとなりました。挑戦は5、6回目ぐらいですかね。チョメとかセラフィー入れると弱点を結構突かれて状態異常でやられてしまうことが多いので、まあ、このメンバーで行くのが一番安定するかなと思います。はい、バレンタインチャレンジクエスト11日目がなんとか完了いたしました。はい、明日の12日目をクリアすると、バレンタインボスバトル、セラフィー&チョメのタッグバトルですね。こちらが来ます。はい、12日目のね、チャレンジクエストもかなり難しい内容になってくるんじゃないかなと思いますし、ボスバトルもセラフィーがまあいるんでね、なかなか楽しませてくれる高難度クエストになるんじゃないかなと思っております。それでは明日を楽しみに待っておきましょう。今日は初めてですね、朝から動画をアップするのは、皆さんはもうお仕事に行かれてることと思いますが、あ、今日でも祝日ですね。また明日のね、キャラとかも育てていったらいいんじゃないかなと思いますんで、明日はどんなキャラが来るかな？B ランクはキラーリカンと、地獄の使い。これ A ランクでキラータイガーですかね。で、鬼面同士、神田田古文。そして、悪魔の騎士。この辺ですかね。神田田古文を集めておくっていうのと、まあ、鬼面同士もおそらく使うんじゃないかな。で、地獄の使いも強いと思います。キラー大学、キラーリカンとどちらかは絶対使うと思いますんで、まあ、この辺の特技を上げておくなり、神田田古文とか地獄の使いを集めておくなりしておくと、明日は少し楽になるんじゃないかなと思いますので、明日も頑張っていきましょう。それでは皆様、良い祝日を。バイバイ。俺は目覚まし時計じゃね。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。YouTube のコメントなんかもいただけたら嬉しいです。Twitter もやっておりますので、いいねやフォローよろしくお願いいたします。それでは。